はい、こんにちは、ひろかです。今ドライブスルーに行ってきまして、中うで、うどんとあとマックを買ってきました。中うの方は冷やし担々うどんっていう今やってるやつですね。でマックの方はこちら豆腐新庄ナゲット新商品ですね。ナゲットは5個なのかな、でもこれは4個入ってます。あ、で多分これは生姜ソース。でまずこれからね食べたいと思います。てっきりこれお肉もちょっと混ぜてミックスなのかと思ったんですけど、全部熱っ、全部豆腐みたいですね。いただきます。うん、あ、あぶかかがふわ、おいしい。うん、どっちも美味しいですね。このソースも美味しいし、こっちの新庄も美味しい。うん、このソース美味しい、ほんと。じゃあ次、中の担々麺。中はこんな感じで、ひき肉が乗ってますね。で、多分これはタレ？タレが2つあるので、これを開けます。なんか、蓋の裏に山椒がついてますね。中う。うなぎもやってるんですけど、それと間違えちゃったのかな。担々麺に山椒ってかけないですよね。はい、こんな感じです。すっごい美味しそうですね。なんか普通のうどんよりちょっと平打ちで細い気がしますね。すっごい美味しそう。じゃあいただきます。めっちゃ美味しいです。久々中尾のうどん食べたな。あと普通のうどんより細いんですよね。もうラーメンみたいな、なんですごい食べやすいんです。食べれば食べるほど食欲そそりますね。これは暑い日にはすっごいですね。でこの新庄も、うん、何かに似てるんですよね。これは本当に美味しいですね。え、というわけでマクドナルドの豆腐新庄と中尾の、担々うどんが両方ともすっごい美味しかったよという動画でした。さよなら。